職員がインサイダー取引に関与した疑いが浮上した東京証券取引所を運営する日本取引所グループの山地 CEO は、深刻に受け止めているとして謝罪しました。上場会社、はじめ市場関係者の皆様にご迷惑、ご心配をかけてるおかけしていることを お詫び申し上げるとともに、当社グループといたしましては、引き続き証券取引等監視委員会の調査に全面的に協力してまいりたいと考えております。山地 CEO は、問題発覚後、初めて公の場で謝罪した上で、社外取締役による調査検証委員会を設置したことを明らかにしました。ただ、当該職員に対する調査が 今も当局でで進行中であるることとから、ら原因究明や再発防止に向けた活動は限られているとしていいします。職員に対する研修や教育体制について不備がある可能性があると思ってチェックしているとし自身の責任については何が原因でどうなったかわからない段階であり調査結果を踏まえて厳粛に対処すると述べるにとどまりました。